ゃもえです。今回の動画はこれから個展をしてみたいと思う方向けの動画になります。なので個展をするのに、場所探しどうしたらいいのかなとか、どういうところがあるのかなみたいな、そういうお話をしたいと思います。でまずですね、個展をするにあたって場所選び、これがめちゃめちゃ大変だと思うんですけど、無料の場所とお金がかかる場所があります。大きく分けるとね。で、まあ、無料の場所っていうのは、まあ、そこのスペースを無料で貸し出してくれるっていう意味なんですけど、まあ、そういうところと、お金を払って自分でレンタルして、そのスペースをね、お部屋とか、建物をレンタルしてそこで飾るっていうパターンがあります。で基本的に自分で個展をしようと思ってするときって、こっちのレンタルスペースを借りてやるっていうことの方が多分多いというか簡単なんですよね。で借りてしまえば自分で好きなようにできるので、まあ、こっちの方が簡単っちゃ簡単、シンプルなんですよ。ただこの無料っていうのには結構条件がついてきたりします。で、まあ、例えばね、知り合いがスペースを持っててタダで貸してくれるっていうのであればめちゃめちゃラッキーなんですけど、あとは例えばね、普通のスペース、何もないスペースじゃなくても、ギャラリーみたいなとこじゃなくても、カフェとか、まあそういう、なんていうのかな、ちょっと飾れるスペースのある、何か違う 業種のというかね、違うことをされているところに自分の絵をちょっと飾ってもらって、期間的に、個展を開くくれるみたいな、そういうのでも別に個展になるので、それでもいいと思います。なのでなんかタダでね、あの貸してもらえるのであればマイナスはないかなと思うんですけど、こう売れた時にどうしたらいいかとかね、お礼をしなきゃいけないかどうなのかとか、そういうことも考えないといけません。で例えばギャラリーで企画展をしてもらうっていう手もあるんです。でそれはですね、まあ、あのよく見ると思うんですけど、そのギャラリーとか画廊によって何々展みたいなね、その画家の名前がついて、例えば夏萌え展みたいな、そういうのがあるじゃないですか。あれってその画、まあ、画廊によりますけどね、そこの場所によりますけど、キュレーターの方が、あ、この画家さんいいな、この画家さんの個展をここでやりたいなって思って、その画家さんにお願いをしてやりましょうってなって、企画展としてその人の個展がね開かれるっていうのがあるんですけど、その場合は企画展の場合は基本はレンタルスペースじゃないので、スペース代はかからないです。なんですが、売れた時、例えばそこで飾ってる絵が売れた時に、その画廊、ギャラリースペースに何パーセントか持っていかれます。それはね、まあ、あのコミッションとして取っていかれるんですけど、それの割合が結構そのギャラリーとかスペースによって違ってきます。本当にもう本当にピンからキリまでです。もう安いところだったら、本当に良心的なところだったら、例えば 10% とか消費税ぐらいの感じですねとか、それはね本当に少ない、 10% しか取らないところはほぼないです。もう超良心的、そんなところがあればっていう感じなんですけど、基本的には半分半分が多いと思います。 50%50% で、これでもそんなに取られるのって思うかもしれないんですけど、無料で開かせてくれている、でしかも企画展ってなると、そこで DM を発行してくれたりとか、あのなんだろう、宣伝をしてくれたりとか、キャプションつけてくれたりとか、そういうこともあのオープニングパーティーとかもねしてくださる ところもあったりします。なので自分が一番最初に、出すお金っていうのは、まあなんか郵送代だとか、例えば自分がそこに、持っていくこう絵をね運ぶお金、自分で持っていければいいんですけど、送らないといけないってなったら、その郵送代とか、それぐらいなんですよ。であとは労力ですね、自分で飾らないといけないんだったら飾る、その時間と労力が必要なんですけど、売れなければお金を払う必要がなくなります。なので向こうもですね、ギャラリーの方もリスクを背負ってるわけですよ。その期間中、そのスペースをその画家さんに使うのに、最初はお金は一切入らない、売れるまでは入らなくて、しかも売れるっていう保証もないわけですよ。で売れたら何パーセント
入ってくるっていうのでやってくれるんですよ。なのでまあそれをなんていうのかな、画家も売れたら嬉しいし、画廊さんもね、そのスペース貸し出してくれてる方も売れたら嬉しいしっていう感じで、そういう形でやる企画展もあります。企画展とかフリーでね、やってくれるスペースもあります。ただそれが多いところ、パーセンテージがね結構取られるところもあるんですよ。 50%50% だったらまあ普通なんです。64とか73とかもあります。今まで多かったところで73かな、3がアーティストね。なので例えば10万の絵が売れたって言っても3万円しか入ってこないです。例えばそうですね、まあ、1万円のちょっと安めにしとこうかな、1万円で売ろう、ちっちゃい絵をって思ったら、それは売れたら3000円しか入ってこないとか、そういうのを考えながら価格設定もしなきゃいけなくなります。ただ価格設定をパーセンテージで決めてしまうと、前に個展した時はこの人の個展前はこの値段だったのに今回この値段だなとか、あまりに差が出てしまうと良くないので、そこは固定にして、置かないとちょっといけないですね。それ自分が成長していってその単価が上がってくるのはいいと思うんですけど、そのギャラリーのスペースのパーセンテージによって変えるのは良くないかなと思います。相場がね、自分の相場がこのぐらいっていうのは決めた方がいいかなと思います。でそれがまあ無料のスペース、まあ大体そんな感じで、お金を払うレンタルスペースっていうのはもうそのスペース、自分がここでやりたいって思ったところのスペース代を払ってるので、あとはもう自分で売ったらそのお金は 100% 自分にもらえるのが普通です。でレンタルスペースとして、払うんですけど、そこがまあギャラリーである、なんていうのかな、 100% ギャラリーじゃないこともあるんです。そこのスペースがギャラリーとして使われているところを借りるっていう手もあるし、普段はシェアスペースとか、なんかオフィスに使われてたりとか、なんかポップアップに使われてたりとかっていう、そういうスペースで個展をすることも可能です。スペースがあればね、全然飾れるものがあれば、ところがあれば個展はできるので、どこでもいいんですけど、まあ、そういうところによっては値段もね変わってきたりするんですけど、自分で全てやらないといけない、お金も払うし全部自分でやらないといけないです。ほぼね、ギャラリースペースだったら手伝ってくれるスタッフさんもいるかもしれないけど、基本は全部自分でやるって考えといた方がいいと思います。例えば、その絵を取り付けて飾るのも自分でやらないといけないし、キャプション、あの絵の下とかにね、タイトルと大きさと画材と書いてあるこういうちっちゃいやつ、ネームプレートみたいなやつ、あれも自分で作って自分で貼ってとか、あとは紹介のね DM、 このハガキみたいなやつも自分で吸ったりしないといけないとか、あとはなんだろうな、ネームリストとかね、あの来てくださった方のリストとかそういうのも用意したりとか、オープニングレセプションするんだったらオープニングレセプションするのに、例えばちょっとフィンガーフード的なものとか飲み物とか用意してやりたいなと思ったら、そういうのも自分で用意しないといけない、全部自分で責任があるっていうのがレンタルスペースでやるっていう形かなと思います。ただそれを全部自分でやる分、売れた時は全部それが 100%、 10万円で売れた絵は10万円分自分にもらえるっていうかね、ギャラとして入ってくるっていうイメージです。なので、まあ、どっちがいいかっていうのは本当にその人のやりたい、ここでやりたい、まあ、場所で決めるのもありだし、こういう風にやりたいっていうのもありだし、その人のね考えによるんですけど、例えばちょっと最初の出るお金が、今ちょっとお金がないけどどうしても個展をやりたいんだっていう人は、レンタルスペースっていうのは結構大変かなって思います。というのも、まあ、場所によるんですけど、こう結構人通りが多いところ、まあ、人通りが多くないと入ってもらえない、その来てもらえないから絵も売れないんですよ。なのでなるべく人通りが多かったり人が来やすい場所を借りるのがいいんですけど、そういうところになるとレンタル代が結構かかります。
で例えば東京の都内のめちゃめちゃいいところ、なんていうのかな、例えば表参道とか、代官山とか、なんかそういうところ、銀座とかそういうところになるとめちゃめちゃ高いです。もう1日からになるんですけど、1日何万円とかします。まあこれが普通なんですよね。なので1週間借りるってなると、だいたい1週間ぐらい欲しいんですけど、期間、その固定の期間的にね、1週間借りるってなると10万以下じゃ絶対できないなっていう感じです。何十万かはかかるっていうイメージかなって思います、そういうとこでやるとね。なのでそれを例えば駆け出しの画家がねやろうと思ってもなかなか難しいと思います。そういう時はもうちょっと安めのところで開いたりとか、まず個展をしたことがないから初めての個展をしたいっていう場合は、もう実績を積むためにね、最初からいいところでやる必要は私はないと思うんですよ。もちろんできれば最高なんですけど、できないのに無理してやることはないと思っていて、小さいところで個展をして、個展をしましたっていうその自分の経験とね、ポートフォリオにも書けるし、今回はこれが大変だったから次はこうしようとか、そういうね、自分の学んでいく経験になるし、なのでそんなにお金をかけなくてもやってみる価値はあるかなと思うんですけど、なのでお金をあんまりかけずに始めた方がいいのかなと私は思います、最初はね。なのでただで無料で貸してくれるところに頼むとか、まあそれも探すんですよ、めちゃめちゃ。ネットでねめちゃめちゃ探します。で探しても出てこなかったら、この辺に飾りたいなって思う街にね出てスペースを見に行って、まあ、スペースがなかったら例えばレストランとかカフェとか、なんかなんならもう近所の田舎とかだとね、公民館とかあるじゃないですか。ああいうとこでもいいんですよ。公民館とか、その市がやっているところとかって無料で貸し出してくれるところが多いんですよ。まあ、その市民だったらね。なのでそういうところでまず始めてみるっていうのも手です。ただもうそういうところでは絶対やりたくないっていう人はお金を出すか、もう本当に頑張るしかないです。もう目に留まっても止めてもらうかとかね。キュレーターの方に見てもらうとか、そういうことしかないかなと思います。であとは公募展に出すとか、どうしてもこのいいところでやりたいんだってもうお金がないなっていう人は、まあお金を貯めるか、それかまあ個展って限らずにグループ展みたいな感じにして、自分だけじゃなくて出資してくれる人を探す、もう一人画家さんを探して一緒にやらないかって言って二人でグループ一緒に同じスペースを借りてやるとかね、人数が揃えばその分お金も出せるので、そうやってグループ展みたいにするのもいいかなと思います。ただ個展っていうのでこだわるのであれば、どっちか諦めるしかないかなっていうのはねありますね。もちろんそのお金を貯めていいところでやってっていうのが一番いいかなと思うんですけど、最初は本当に難しいと思うので、安いところを探してねやるとか、無料でさせてくれるところを探すのが一番いいかなと思います。本当に最初にやると、まあ、できるかなと思ってやっても、やってみると本当にここ大変だなとか、あここももうちょっとこうすればよかったなとか、そういうのが本当に出てきます。なのでとりあえずはやった方がいいと思う。なのでお金ないからどうせ個展ってお金かかるんでしょと思って全然やらないと一生できないので、どうにか頑張ってね、こう重い腰を上げてですねやってもらえたらなと思います。で私も今年は個展をしようかなと思っておりますので、その時はですねお知らせをさせてもらえたらなと思います。はい、ということで今回はちょっと個展についてねお話ししました。もう多分結構その何県に住んでるかどこに住んでるかにもよるんですよね。でそれで例えば他県にでやりたいとかそういうのがあると、そのなんだキャンバスを送る代とかもね結構高かったりして、まあ、そういう話もねちょっとできたらなと思うんですけど、そういう問題もねいろいろ出てくるのでね、いろいろ皆さん悩んでください。はい、ということで、何か質問があればコメント欄に残してもらえたらと思います。ではまた次の動画で、バイバイ。